ちょ待ってね、やめてよ。みんながさ、みんなが英語で言うんかって言うからさ、私今マッハで調べたんだよ。ねえやめて。ちょっとさ、最初からさ、ハードル上げるのやめてもろっていい？オッケー。困ろう、困るわ。やめてもろっていい？はい、というわけでね、本日英語の勉強ということで、まずね、デュオリンゴ合ってるかな、デュオリンゴっていうこちらのサイトを、使わせていただきます。URL 概要欄に貼っているので、もしよければそちらをお使いください。Hello, Miss Alaba. Hello. Sorry. 強いな。みんな英語でやっていく感じ。コアルバ。はい、まずですね、私のレベルを皆様に知っていただこうと思いまして、こちら、テストです。ね、ぴったりのレベルを見つけよう。5分の簡単なクイズに答えるだけでぴったりのレベルから学習をスタートできるよ。はい、It's starting です。というわけで、テスト始めますね。
あ、待って、みんな音とか大丈夫？あの BGM とか、私の声うるさすぎとか、 BGM ちょっと大きいとか大丈夫？答え言わないよ。 言ったら意味ないでしょ。勉強会だよ。なんですか。あ、 Nice to meet you アロマちゃん。あー、 Thank you I am アロマサクラの Thank you、 Nice to meet you。 大丈夫？あ、大丈夫、ありがとう。 A good evening。 そう、みんな見守ってて。で、あの英語できない方は私と一緒に勉強しよう。 OK、 Let's go、 Let's go。 OK、 Sushi and soup。 最初からそんな言われる？あ、でもこれはさ、簡単だよ。あの寿司 and スープでしょ、スープでしょ。はいはいはい、これ正解の音ね。これみんな正解の音。こうしよう。 OK、 次。 This woman is not my lawyer。 This woman is not my、 なんて、レイヤー。あ、待って、遅れました。コアルマ、コアルマ、サプライズ、イエス。This woman はわかるよ。この女の人は、私の、え、なんつった今。This woman is not my lawyer。 レイヤーって何？え、弁護士か歌手。あー、2分の1の選択。え、でも歌手はさ、違うんじゃないの？ってことは弁護士じゃない？私の弁護士じゃないノットでしょ？です。これでどうですか？できたじゃん私。2分の1の確率2分の1の確率じゃないとできないけど。ライアーって絵があるんだ。そうなんだ。え、待って、顔文字めっちゃ可愛いけど殴られてる。え、な、顔文字殴られてるさ。自己紹介動画から来ました、初見です。いらっしゃい、ウェルカーム。あの初見っていうのはネタです、気にしないでください。ゆっくりしてってください。消去はダメ、絶対ごめん。My dog works at a company. 何？ My dog works at a company. It's the company. え、何ですか？ Call me Sakura Aroma ちゃん。I am happy to be here. Call me. ごめん、call me さ、call me もしもししか出てこないけどさ、違う、海外にもしもしなんてないんだよ。でもとりあえず幸せってことだよね。あお、よかった、ハッピー。あれ待って、音消えなかった今。ちょ待って待って、なんで、え、待って、なんで音消えたの？ちょ待って、やだ、私無音じゃできない。ちょ待って待って、これ流しとく。 My dog works at a company。 ちょ待って、なんか音消えてるよね、これ。音消えてるよね今。え、今音消えてる？え、キャンプニーは会社。あ、それくらいは私もわかるよ。今音消えたよね。なんで音消えたの？ちょ待って、あ、なんか復活した。待って、途中で音消えるかもしれない。まあまあ、その度に復活させるね、じゃあ。My dog works at a company. My dog works at a company. 私の、犬だよね。私の犬は、かい、あ、待って、なんで、え、私今日さ、めっちゃ確認してたんだよ。音ちゃんと、なんでよ。え、まあいいよ。私の犬は、会社で働いています。OK!すごい才能あるねって、才能あるねって言われた。伸ばし上手だね。待って、英語か。ほらばっかりやったから BGM 消えちゃった。そっかそっか。もうダメだ、
音が消える運命なんだ。なんで音消えるのかわかんないけど、なんで音消えるんだろう。違う音にするか、ちょっと一旦ちょっと待ってね。音違うやつにするか、なんかや、なんかいいの。ね、やばい、なんか他の音楽も流れないかもしれない。嘘、そんなことある？ちょっと待って、なんで、ちょっと待って確認するわ。設定見るね。いや、なってる、ちゃんとなってる、なってる、なってるね、なってるんだよな。他のやつ入れよう。雑談とかの使ってる。あ、これでいこうじゃん。あ、これでいこう。オッケー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 。あ、これいいですね。チャンネル登録しました。Thank you! よし、ホラーな BGM。 なんで英語の勉強中にホラーな BGM 流さないといけないの。私ホラーな BGM なんて持ってないよ。OK、彼のアパートはあまり綺麗じゃないです。え、それあえて言う必要ある？待って、これだよ。His。 お、喋ってくれんだ。 His。 He。 やばい、ここら辺になると私わかんないかもしれない。彼のアパートは He。 He's。 Is っていうの？イーズって言うの？イーズ、イーズ、あー、いや、スモールではない。ライブってなんだ？プリティは可愛いでしょ？ヒー、イーズ、ノット、アパートメント。いや、でもこんな短いわけないよな。絶対なんかつかない、それ。He is not… まあいいか。いいよいいよ。今全問正解してるから。え？彼がになる？彼になる？あ、そう、コンアロマ。コンアロマは挨拶です。ありがとう、みんな。彼はになって。めっちゃみんなヒントくれるじゃん。いいの、そんな優しい回で。これは私のテストなんだよ。私がどこから始めるかみたいな。彼の Aroma is very cute. Thank you. 彼のアパートは、彼のアパートか。そうか。彼のアパートメント is not綺麗って何？ビューティフォーじゃないの？ビューティフルとかないよ、だって。え？プリティってそういう意味も使うの？あ、ちょっと待って。ノット。プリティ使ってみるか。プリティ。オッケー。こんばんは、カイトさん。いらっしゃい。これでいこう。ダメって言われた。え、でもプリティ使ってる、プリティ。His apartment is not very pretty. え、ちょっと惜しくない？待って。His apartment、 まあここはみんなが教えてくれたから。 is not very 使わないといけないんだ。 very pretty。 はぁ、あ、アクアさん、コアルマ、very pretty ってあまり綺麗じゃないです。 not very pretty。 Good afternoon, Ms. Tanaka。 Good afternoon、Good afternoon、 こんにちは、たな、待って、 Good afternoon ってこんにちはか。え？ Good afternoon ってこんにちは。いや、そうだよね。だっておはようが Good morning だもん。あー、大丈夫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 。あ、ゆりさん、こんにちは。だから、こんにちは、田中ミス、
ミス田中先生、これ、あ、オッケー、ここら辺はね、I work at a big company. I work at a big company.私使わないの？ I って私じゃないの？え、I work at a big company.大きい会社、大きい会社で、働いていますOK エクセレント、エクセレントもらった、エクセレント。中学生としては冷や汗もんだぜ。いや、ほんとプリティには小綺麗の意味もある。そうなんだ。もう綺麗ってビューティフル、ビューティフォーとかしか知らなかった。中学英語ってさ、一気に難しくならない？気のせい？This is a photo of my dad and my grandma. 待って、急に長くなったじゃん。 This is a photo of my dad and my grandma. みんなも頑張ろう。これは、This is、 これは、写真 of my dad、 私の父と、私の父と、祖母、グランマ、祖母の写真です。 OK OK。 いいよ。まだ大丈夫、まだ言うとぜ。 I like pizza。 待って、今大事だった。なんつった？ I like pizza。 I like pizza。 え？ I like pizza。 あ、だよね、合ってる。 pizza。 OK。 私はピザが好きです。Me too. ピザ好き。Me too. あなたはここで働いていますか？ Difficult. English is difficult. Yes. 全然わからなかった。一緒にやろうじゃん。英語課程しか取ったことないからわかる。私も意外とそのタイプ。意外とっていうかそのタイプ。意外とではなかった。ピザ食べてる、いいな、羨ましい。あなたはここで働いていますか？ Do you? あ、違う、あが違う、あが O か。 Oh Do。 ピザ取っちゃうくらいだ。なんて自分に厳しいんだ。マルゲリータわかる。Me too. Do you hear? ってそういう使い方すんの？ Do you know? とか聞くけどさ。I don't like English. いや、好きになろう。Like にしよう。ハットって帽子じゃないの？ストア？ Do you? Here がわからんから。あ、ベナリンドさん変わるま。Do you? いいか、Here で行こうか。Do you here work? これで行こう。あ、ダメだって言われた。何？ Oh, do you work here? Here が後だ。これスペルミスみたいな、スペルミスではないけど、惜しい、間違い。あ、なるほどね。Do you work here? Here の方か。あー、わかった。次は大丈夫。This man is not my server. He is my lawyer. 急にな、長くなるんだよな。
There is no be be verb beep。 え、わかんない。ライアスさんのえ、べ、わかんないもう。え、みんな、中学は全然できなかったけど、今はできるってこと？強いな、それはそれで。This man is not my server. He is my lawyer. This man is not my server. He is my lawyer. Lawyer ってなに？ Lawyer ってなに？ This man is not my server. He is my lawyer. いや、サーバーもなんだ。とりあえずこれでしょ。あ、違う。この男の人は英語って何？曖昧まい、あ、曖昧みまいあったね。あったよ、それ。覚えられなかった。曖昧みまい？ You, you are, you, you are, なんかあったよね。あったあった。あったあった。Good evening, Armand, everyone. Hi. あ、あれ、勝野隆さんって初見だったっけ？あれ、気のせいかな？あ、まあまあ、でも、はつみさんいらっしゃい。待って、カメラ動かない。はつみさんいらっしゃい。英語の勉強中ですが、英語全然できないです。ゆっくりしてってください。なんだっけ、この男の人、 This man is not、 この男の人は私のセーバーウェイターか弁護士ってことでしょ。また出たよ、これ2分の1の確率ね。1/2。 Welcome, Hatsumi. Yes.羽田さん、こんばんは。はつみです。いらっしゃい。Welcome。あ、はつみっていうのはネタなので気にしないでください。ゆっくりしてってくださいね。ですよね。ですよね。勝野隆さん、そうそうそう。なんか見たことあるな。来てくれたことなかったっけって思っちゃいました。ありがとうございます。Thank you。この男の人、進まない。どうしよう。私のセーバー。ちょ、もう一回行こう。This man is not my server. He is my lawyer. Save. なんて言ってんの？とりあえずウェイターか弁護士なんだよ。え、ウェイターにしとくじゃん。私のウェイ…え、待って。でもどっちかにしたとしてもさ、ん？この男の人は私のウェイターでは、では、じゃあか。じゃあ、ない。です。彼は私の必然的に弁護士です。これでどうよ。待って、いけたんだけど、2分の1の確率の奇跡。待って、ウェイターっていうの？セーバーみたいなのがウェイターっていうんだ。ローヤー、徐々に覚えてこ。Excellent, good, nice, yay!これは私の父の写真。あ、なんか一気に短くなった感じですよね。This is my dad。 あれ、でもフォトってどこにつくんだ？そう、カンナだけ。ほんとカンナだけ。ナイフ。これでいいのか、私は果たして勉強になって、いや、なっているよ。だって知らなかったもん、そんな。This is my、 え、フォトってどこに入るんだ ?This is my dad of photo とか言う？だって。言わなくない？ of だよね。of 使うよね、絶対。This is、フォトの方が先にすんのかな。 This is photo of my dad とか、え、あとか使うのかな。 This is a、 え、使うのかな。
まあ、いいか使っといて。A. This is a photo of my dad. これでいこう。来たわ。いける。これはいけるぞ。待って、こんいいのかなこれ。No, this skirt is too ugly. This は聞こえた。This is a excellent old knife. なるほどね。数えられるものは数字か絵を使う。あ、そんなのあるんだ。いやー、覚えられなさそうだね。それもう慣れみたいなもんだもんね。え、待って。おつやろ。ごめん、ちょっと。おつやろ。ちょっと待って。どうなったかがおつやろか分からなかったけど、おつやろ。Thank you。あ、眠いんで落ちます。にょむすけさんだ。おつやろ。No, this skirt is too ugly. あ、待って、No って言ってた。This しか聞こえてなかった。危ない。No. みんな耳を澄まそう。No, this skirt is too ugly. This. No, this skirt is too ugly. This skirt. Skirt. No, this skirt is too ugly. Ugly.Ugly. No, this skirt is too ugly. Too. Ugly. Ugly. No, this skirt is too ugly. え、もうなんかもうアンドレに聞こえてきた。あ、違うんだよ。これ、え、カメ遅くするの？ No. This skirt is too ugly.Ugly. 素晴らしい機能だ。ありがとう、教えてくれて。そういうことか。だからカメなんだ。知らなかった。よし、これはアンドレじゃない。アグリー。私の脳が支配されている。いいね。このスカートはダサすぎます。ちょっと悲しいな。え、アグリーがダサいみたいなこと？そう、アンドレ、やばい、アンドレ教会。あ、そういえばアンドレ教って何なのってそもそも知らないって言ってくれてた人がいたから説明すると、私バイオセブンっていうホラーゲームの実況をやったんですけど、そのホラーゲームに一番最初に出てくる、取材チームのうちの一人がアンドレっていう方がいて、その方がすぐ死んじゃうんだけど、なんか分からんけどそこから来てますっていうだけの補足説明でした。はい、では次。いいえ、このスカートは小さい。スカートの問題好きだね。そう、詳しくはバイオの実況を見ていただけると嬉しいです。今からでもアンドレ教多分入信できると思いますよ。なんかすごい残ってるから。アンドレ教強いんだよね、マジで。No? いいえ、No. No. このスカート This is スカートは短い。 This is Small? え？ Small skirt? Small?もう1期生と2期生がちょっとどこかわかんないんだよな、私。どこから決めてんの。さっきの思い出して。待って、さっきのもう忘れちゃった。私アグリーしか覚えてなかった。今よくない癖、ダサいはアグリーって覚えちゃった今。あー、スカートの話してたよね。 No, this is、 まあ、テストに時間かけすぎじゃない。待って、これ5分でできるって言ってたんだけど。No, this is... え？ This is... ロングは長いよな。5分とはね。
あ、主語とかなくても外人さんやってたら確かにね。今何期生なんだろう、ちょっとわかんない。あのアンドレ教のさ幹部って誰なの？やっぱアンさんか。ちょっとわかんない。幹部のの時間時間通常の5分の1 100人。嘘でしょ、いつの間にそんな増えたの。やばいじゃん、一人当たりでしょそれ。いや一人当たりでもやばいって。一人が一期生とかでしたらさ、もうやばいじゃん。え、126人いるってことそれ。いや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 、それは信じない。ああ、無差別テロさん、こんあろう。5分できるテストを今すごい時間かけて、今もう何分だったわかんないけどやってます。ゆっくりしてってください。え、嘘、スカートが先なの？本当？マジで？そんな、でもヒントくれていいの？ノー、じゃあディスって何？え、ノースカートってこと？え、でもディスは使うの？ディス。え、ノースカートディスってこと？このスカート、あ、じゃあディスでいいんだ。ディス。ノー、あ、なるほどね。ノーディスカート。is small。small。いや、to とか使いそうだな、なんかこういうさ、to とかさ。だって入ってあるじゃん。あ、くろくろさん、こんがろう。待って、あ、ごめんね、どこまでがコンワローって言ってるのか分かんなくてさ、もしさいたのにさコンワローって言ったらコンワローって言われたとこだったらごめん、ごめん。No, this card is to 使うか、 small small。 え、めっちゃ教えてくれるじゃん。2最後じゃあ、スモール2でしょ。 No, this card is small 2。 え、これでいこう。え、待って、違うって言われた。いや、2スモールやんか。じゃあ待って、そっかそっか、これは私が引っかかったな、きっと。No, this skirt is too small. OK? Too small. でもやっぱ too は使うんだね。うん、私の勘は正しい。That is my family. That is my family. 家族が来たよ、みんな。あ、いいんだよ、ソータさん。違う違う。そんな、違うんだよ。ソータさんのせいとか誰も持ってないから大丈夫。私が勝手に間違えただけだから、マジで気にしないで。ごめんね、逆に。トゥーってそうか、そういう使い方なんだね。分かんなかった。家族だよ。あ、家族もさ、ちょっと、はじめましての方に説明すると、これもまたバイオセブンの話になるんですけど、バイオセブンがね、なんだろうな、まあ、ちょっと狂った家族がおりまして、その家族の一員にされそうになるんですよ。お前も家族になろうみたいなことだよね。だからそう、結構家族はね、うん、私もなんか心に残ってる。You are my family。 あ、アロ中か。そう、アロ中はね、そうなんです、アロマ中毒の略でアロ中なんですけど、主に私のことをまあね、好きでいてくださる方をアロチューとさせていただいております。用語集、用語集ね、そうだね、そのうちツイッターで頑張るわ。うん、じゃああげる、考えとく、ちゃんと。うん、確かにセブン濃かったかもしれない。あれ、ホラーゲームで一番最初にやったからっていうのも大きいかもしれないですね、個人的には。そう、家族って聞くだけだと普通にね、いい感じするけどね。あ、ツイッターに小手で載ってた？あれ、私ちゃんとやってたか。あ、アロ中とかはやってたね。そうそう、それは初配信、初配信、そう、初配信の時にみんなで決めたやつだから載せたんだけど、多分、なんだっけ。
そう、なんかちょいちょい分かんないやつが出てくるよね。なんだろう、名語とか例えばね。まあいいや。 That is my family. That? That ってそれ？それは、それはって言うの？それは私の家族です。 Yes. That is my family. プレステ初期から始め、プレステ初期はなかなか、バイオエイトはねするけどね。 I eat breakfast every morning. 最新作。I eat breakfast every morning. 何？Yeah, that's right. Thank you. You will become my family. あ、待って。カメラ。Okay. Okay. You will. あなたは？あ、私のファミリー？え、待って、殴ってるのは何？You are also a family. あ、also もわかんない。私、also。初愛人の時、まだ私のこと知らなかった？まあ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 、いいのよ、そんな。ね。まあでも見てくれたら嬉しいけど、初愛人。超緊張してたの、マジで。ひどいもんだったよ、最初の一声なんて。あれはもう笑いものよ、本当に。ぜひ、みんな、あれを聞いて笑って。Hi, nice to meet you. Nice to see you じゃダメだよ。Nice to meet you じゃないと。See you はさよならしちゃってるよ。Also, もう、もう、初愛人が、いや、初愛人は緊張するって、そりゃ、もうね。嬉しくてよかった。ありがとうね。今日の挨拶は記憶になく、みんなにね、ハードルを上げられて。いや、ひどいもんだろうな、私これ聞き返したら恥ずかしいんだろうな。英語の発音なってないわ、つって。え、アレスさんのそのアイコンで驚かれると視聴がいいです。確かに確かに、そう、それ思う。それ本当に思う、アレスさんのいつも。思う。そうそう、緊張みんなするよね。わかるわかる。あ、翔さん、お風呂に入るの一旦落ちます。皆さん、おつやろう。ありがとう、ゆっくり入ってきてね、おつやろう。アーカイブ見たけど、最初がめっちゃ可愛い。ありがとうね。今何問目？これさ、何問目って出た？あー、まだ半分ちょいかな。見なかったことにしよう。OK。いや、やる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 。ごめんね。あの、コメント欄が面白くて読んじゃってた。ごめん。やりますやりますやります。I eat breakfast every morning.私は、朝食？毎朝か。毎朝、Every morning でしょ？毎朝ご飯を食べます。え、待って、違うって言われた。私は毎朝朝ご、はあ、それ引っ掛けじゃない？なんで毎朝っていうのに朝ご飯を食べますって言われないといけないの？だって毎朝って言ってるじゃん。それもう朝ご飯。すいませんでした、文句は言いません、ごめんなさい。私は毎朝朝ごはんを食べます。 OK OK OK、 もう引っかからないもん。I play video games with my grandma. だって朝、毎朝って言ったらもう、いや、 OK、 わかった、毎朝ね、毎朝が朝ごはんを食べます。 OK。 I play video gamesWith my grandma?私の言い訳でしかない。いや、問題悪くない。私の言い訳でしかない。ごめんね。ごめん、悪かった。I play video games with my grandma. Grandma? Grandma? So, video game. I play. 私は、ビデオゲーム？え、祖母とか？
私のとか言わないのか。私は祖母と、ビデオゲームをします。イエーイ。This is a photo of my mom. This is a photo of my mom. グランマを訳しましょう。はい、グランマ、おばあちゃんね。ちょっと水飲むわ。ちょっとさっき怒ったから。オッケー。ちょっとカメラの位置変えようかな。よし。おばあちゃん、おばあちゃん、新しいキルリーダー、マジで強いな、元気なおばあちゃん。 I rather play smartphone game than video game。 え、スマートフォンのゲーム、え、ビデオ、え、スマートフォンのゲームをプレイするんじゃないの。ザンビデオゲーム。あ、待って、また反応しなかった。ちょっと待って、違う、コメントがさ左側に置いてんのね。だから左側を見すぎると反応しなくなるのよ。よいしょ。あ、こんわろー、豆腐ちゃんさんかな。こんろん。This is a fault of my mom。 これは、これは、my mom、 私の母の写真です。 Yesオッケーオッケー、いいよ、いい調子。私の母は彼女の友達と日本語を話します。え、なんでざわざわしてんの。グーデンモルゲン。あ、私も意味わかってない。そこやろう、こんやろう。そう、コメ欄の雰囲気はほんといつもね、ありがたいと思っててね、マジでいい人しかいないと思ってる。私はいい人にね恵まれるんだ。私ほんとありがとうね。エクセレント、イエーイ。あ、上手に焼けませんでした、さん、こんはろう。いや、忙しい時はねしょうがないよね。アーカイブ見てくれたら嬉しいよ。でも今日来てくれてありがとうね。ドイツ語でおはようか。はっ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 は。 OK、 私の母はでしょ、my 私の母、 my mom、 アンクルとかもな、なんだアンクルってなっちゃう。え、でも with mom ってやんのか。え、 with 使った時あったよね、これ。 with mom って言った時あったよね。彼女の友達と日本語を話します。なんか焦げちゃったのね。そうね、私は最初に見た時から肉焦げちゃったんだなって思ってたけどね。そう、今日も平和だ、いいことだ、ハッピー。え、アンクルおじさん、え、じゃあ一切関係ないじゃん、もうアンクルを排除しよう。My mom speaks
全然わかんないね。これ彼女の友達と日本語を話します。彼女の友達と日本語を話します。 With Japanese ってこと？ My mom speaks。 いやでも speaks の次に Japanese か。主語の次は大体動詞。もう私動詞が分かんなくなってきたもん。なんだっけ動詞って。My mom speaks with friend speaks じゃ、うん、speaks。 これはもう Japanese わかんないから答えをしろ。何？英語は主語を言った後は後ろから英語に訳していけば大体正解。後ろから英語に訳していく。 My mom speaks Japanese、her friend、 分かんないからこれでいこう。アレッサーおつあろう。あ、また戻るぜって言ってる。でもありがとうね。いってらっしゃい。これでいこう。あ、違う。まあ、My mom、 あ、スピークスまで合ってるんだ。あ、ジャパニーズまで合ってる。 With、 やだよね、 With 使うよね。そうだよね、 With 使うって思ったよ。そういえば私 With her friend ofYes. Okay. My grandma is from Tokyo. My grandma is from Tokyo. 私の祖母は東京出身です。ここは大丈夫でしょ。これは大丈夫。今日は叫ばないね。そう、平和。だから私昨日叫んだらもうさ、とりあえず今日は平和だって思ってた。もう昨日のさ、いや見てほしい、本当に見てるか。でも結構みんな昨日のねラストはひどかったんだよ、ほんと。またお父さんとの戦いでさ、はあ、あ、みおさんこんばんは。ウィズビーいたね、そういえば。パーフェクト、パーフェクトではもうなかったけど、でもありがとうね、 Thank you。 いつも叫んでる、そう、ホラーゲームの時はいつも叫んでるかもしれない。昨日寝落ちしちゃったから後で赤読み、ありがとうね、 Thank you。 これは私の母の写真です。 This is 待って、フォト私厄介だな。あー、フォトってなんかあったよね。This is...This フォトか。この写真はだろうね。This photo is... My mom?後がつくか。 This is a、 え、 This photo is a、 A、 My mom。 ピクチャーとフォトの違い確かわからない。あ、違うって言われた。あ、普通によかったんだ。なんだ、 This is a photo でいいのか。あ、オブ使うの。This is a photo of my mom。 ああ、確かにこっちの方がしっくりくるわ。こういう時はそうか、 This is a photo、 この写真は、あーは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 ー。 This is my mom. She is also from Nagasaki. 長くなって急にまた。This is my mom. She is also from Nagasaki. This is This is
This is my mom. She is also from Nagasaki. 待って、ゆっくりすぎても分かんなくなるか。あ、おつわろうです。ありがとうございます。殴ってる顔もおじさん。あ、ソラさん。あ、待って、またカメラカメラが。ソラさん、こんばんは。オッケー。ピクチャーは写真というより絵の意味の方が強い。はあ、なるほどね。This is my mom. She is also from Nagasaki. She っつってんのかな、あれ。She. でも、she しかないもんな。This is my mom. She is also from Nagasaki. いや、私は亀は使ってかないぞ。いや、そんなこと言って大丈夫か。This is my mom. She is also from Nagasaki. いや、カメ使うか。あ、そう、コンアロ、コンアロでいいの？コンアロでよろしいのではなかろうか。いや、わからないけど。親知らず抜歯終わったので来ました。あー、浜和さん、困ろう。え、痛そう。大丈夫ですか？お大事に。ねえ、痛そうだよね。私抜いたことないんだけどさ。This is my mom. She is also from Nagasaki. いや、カメ使おう。ダメだ。This is my mom. She is also from Nagasaki. Nagasaki ね。Nagasaki. OK.どうしよう。いや、This is my mom. She is also from Nagasaki. はぁ。抜くときは痛くなかったけど、麻酔切れたら痛い。ああ、そうなんだ。そっか。麻酔してたら、そっか。痛くないけど、そうだよね。私は友達とビデオゲームをします。あ、ココミさん、こんあろまー。親知らずってさ、なんか歯と歯の間に新しい歯がニュって出ちゃって、その歯を取るみたいな、合ってる説明。ごめん、もっと詳しい方がいたら教えてあげて。もう1時間、嘘。ほんまやな。テストで？おかしいな。おかしいな。あれ5分、笑いしか出てこない。ウィズをね、気をつけようね。何？自分も親知らず抜いたことあるけど、麻酔しててもえぐく痛い。そうなんだ。個人差は一応あるのかな。なんだこのソファーみたいなやつ。ソファー。あ、本当にソファーなんだ。愛使うの？でも私はだよね。私。
や、マイフレンドか。いや、私はって言ってるもんだって。I pray, go, speak, we, じゃない、want, do.どうし？あ、じゃあこれを次使うの。Play, play, go, speak, play, play, play. I play, I play, I play, I play video, video game with my, my friend. friendどうよ。来たー、ありがとう。え、今のはヒントがあったからかも。Thank you。 ナイフー、あ、ナイフーはちなみにえ、ナイスーと同じ意味合いになります。私がバイオのどこかの配信でナイフーって言っちゃってから始まりました。はい、これは私の父です。彼は長崎出身です。これは This is my dad. He is直感でなんとかなるときあるよね。それ意味あるのかって感じだけど、ないよりはね、そう、ないよりはいいと思うよ。私もうね、ナイフありがとうね、成長しよう。父さんはこれ扱い。でもそういうもんなんじゃないの、なんかね、ほら。違うってことなの。 This is my dad. He is from 長崎。 Nagasaki. あ、せつなさん、はつみです。いらっしゃい、桜のアロマと申します。ちなみにはつみっていうのはネタなので気にしないでください。ゆっくりしてってね。This is my dad. He is from... なんか違う気がするな。オブとか使うんじゃないの？ He is from... 使わないのかな？なんか私、オブあるとき、オブ使う気するんだよな。まあ、He is... まあいいか。これでいこう。来た！来た来た来た！オブ使わないんだって。よかった。 I eat breakfast with my grandma every day. Nice. Thank you. Naifu. I eat breakfast with... はいはい、これ出たよ。また朝ごはん出てくるんじゃないの。I eat breakfast. 私は my grandma, grandma, my grandma every day. 私は毎日、grandma, 祖母と、朝ごはんを食べます。イエーイ、成長してるよ私。風呂食べる、どういうこと、何もやってない。あ、風呂のために離れますか。あー、くるくるさん、いってらっしゃい。 This is a pen くらいしか思い、 This is a pen も私思いつかないよ。 This is a pen、 なんかとっさに This is a pen 出てこないと思う。ハローくらいは出てくるかもしれないけど。
あとパドゥン、グランパ出てこないね、確かにグランマしか出てこない。エブリデイ、エブリデイナイフー。 I eat a lot of rice. I eat a lot of rice. え、ロット、ロットとか今まであった、あった、え、あ、グッてさ、ナイフー、ありがとう、スワロー。あい、私はライス、私はたくさんってことかな、たくさんあるもんね。私はご飯をたくさん、え、食べます。あ、マー君さん、こんあらまー、イエース、イエース、イエース。ロットね、ロットたくさんって意味なんだ。へえ、覚えられるかな。ロットオブ、あ、多くの、へえ、そうなんだ。あ、ロットオブがいっぱいたくさん、へえ、はあ。あれ、お、来て来て来て、やっと待って、やっと待って待って、マジで1時間なんだけど。まあ気にしないでいこう。はい、一リンゴっと獲得しました。いいね、イエーイテストコンプリートなんかいろいろ後で作ろう。え、で、私結局どこからやればよかったの。え、このテストってさ、どこからやるとか教えてくれるとかじゃなかったんかな。あれ、私の認識不足だったかもしれん。ぴったり1時間あ、ロットオーバーワンセットで覚える、なるほどね。あ、ロットオーブ、わかりました、ありがとうございますクフのテスト1時間かけてそうね、あ、慎重にね、やってこ、あのホラーゲームも慎重にやらないとね、何回死ぬかわからないから。Very good. Yes. どうしようか、基本的なとこからやっぱ、あ、でも挨拶って大事じゃない。やっぱさ、ね、海外の方から来て、ハロー、ハイとかは言うけどさ、挨拶行こうか。 Fun. え、ファン、ファン、これ Fun. ファン、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 ファンってどういう意味、ファンってどういう意味、リスニングの問題みたいな。 Good morning. How are you? あ、急に喋んの来たちょっと声整えますGood morning. How are you? Yes! Yes! 楽しい、楽しい。なになに、挨拶できるの偉いでしょ。そう、中学生の英語くらいは大丈夫。え、でもそれ強くない？中学生の英語も私できると思ってなかったよ、正直。中学生から一気に難しくなるイメージあった。そう、一応メニー、マニ、メニーか、何、火山、火山名詞、え、何ですかその名詞は、知らない、知らない。あ、ウェナリンズちょっと抜けます、いってらっしゃい。あ、ボノボノさん、わかる、まあ、こんあるまあ。中学生も怪しかったよね。いけるかな。とりあえず次。Good morning. Good morning. Good morning. Yes. 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 Good morning. All right. All right. Okay. All right. Oh yay. こんくらいはでも大丈夫かもしれない。オーライト、でもオーライトも急には出てこないかもしれないな。おはようございます、お元気ですか、グッドモーニング、How are you? How are you? Good morning, how are you?
Yes. ここら辺は大丈夫そう。めっちゃ声綺麗。ありがとう。ビゼ？やった。嬉しい。Fine. Thanks. And you? 調子乗っちゃう。え？ Fine. Thanks. And you? ちょっと待って。Fine. Thanks. And you? Thanks. はいはい。Fine. Thanks. And you? Yes. 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 Fine. Thanks. って結構さ、Fine. Thanks. And you? Thanks のさ、あの発音難しいよね。Fine. Thanks. Yes. 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 Fine. Thanks. And you? Thanks. なんかな、どっちかっていうと、Fine. Thanks. いやー、むずい。Ping. 何？ Ping. Ping. え？ Ping. あ、一日で疲れたんで耳の保養に。まあでもなんか耳の保養になるんだったらよかった。眠くなってきた。英語だからね。無理しないでね。上顎に舌の先を、あ、テン、テン。これうまくいってる。待って、違う、私が下手くそな。上顎ね、これ上顎からついてんの。テン、テン、テン。練習、よう練習しよう。オッケー、練習あるよ。ペイン、ね、ペイン、ピッ、ピッ、違う、ペイン、ペイン、ピン、ピン、ピン。上の歯に舌の先をつけて息を。練習だね。練習必要。あ、モスコさん、グエミ、困ろう、困ろう。OK、ピン、ピン。ピングってどういう意味？わかんない。元気です。ありがとう。あなたは？元気です。元気です。ありがとうは。Thank。元気です。Fine and you って言わない？元気です。Fine. Thanks. Thanks.Fine, thanks, and you か。And you. はいはい、そうだそうだ、そうだそうだ、聞いたことあるこれは。Yes, yes, yes. Fine, thanks, and you? 元気です。お元気ですか？ Fine. 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 すごい元気なくない？大丈夫。Fine, fine, fine.ファイみたいな。あ、でも低めな声の方かもしれないね、もしかしたらね。ファイン、ファイン、How are you? How are you? ファイン、How are you? Yes, yes, yes. OK. Thank you. Thanks. Thanks.さっきか、ファイン、ファイン、え、お元気ですか。でもファインがお元気、え、あった、ファイン、ファイン、ファイン、Thanks. Thanks. How are you? ちゃうやん。だよね、ファインが先だよね。え、違う、ファインが先だよねっていうのはおかしい。違う違う、ファインが元気だよねって今言おうとしてた。違う違う違う、頭の処理能力とさ、言葉がさ、追いついてないんだよな。 Thanks! How are you? なんか今、なんでだろう、なんかわかんなくなったの。あ、待って、なになに、なんでミントジュレップさんとブササビさんとかが言ってんの。ファイン、セックス、なん、アンドリュー、なんなん、アンドリュー。あ、いらないってことか。そっか、これ別に使わなくていいんだもんね。なんで私今全部使わないといけないって急に思ったんだろう。そんな急にシステム変わらない。まあまあです。あなたは？
まあまあです。Fine? Fine. あなたは…あ、オーライとか。オーライ。オーライ。オーライ。And you? And you? こうか。アンドリューね。アンドリューみたいなね。And you? And you が。And… Okay, okay, okay. Okay, yes. All right, and you?Mm-hmm. How are you? How are you, ne? How are you, ne? Mama, mama. All right. All right. All right. Yes, yes. Renkon-san, live 初見です。声がとても好きです。Thank you! ありがとう桜のアロマと申します。ありがとうございます。来ていただいて、ぜひゆっくりしてってください。ありがとう、お元気ですか？Thanks. How are you? You. そう、今日は落ち着いてるからね。鼓膜の会用意しなくて。いつもさ、鼓膜の会みんなどっから用意してんの？びっくりしちゃうもん、私。ごめんね、ほんとうるさくしてホラーゲームの時。申し訳ないと思ってる。あ、とある人海人さん落ちます、戻ってこれたら待ってきます。はーい、いってらっしゃい、おつやろう、ありがとうね。あ、ミントさんは言い方、読み方をいただける。あ、そうなんだ。そっかそっか、そういうことか。そうなんだ、そんなつもりはなかったのね。あはは、オッケーオッケー。あー、翔さんお帰りなさい。どんな感じですか？テストはね、ようやく1時間ぐらいで終わってそう、回って今ね、挨拶やってました。挨拶大事だから。え、次来た来た、 OKOKOK、 いいよいいよ、この調子でやっとこう。またアカウントはさ、ちょっと作っとこうかあとあとでこの配信終わったら作っとくわ。え、これ挨拶ってさ、レッスンがあるからこれ以上に難しくなるのかな。また進んだ方がいいよね、きっと。動画で強化されました。え、どの動画だろう、わかんないけど。ダークウェブで鼓膜手に入れてる。え、ダークウェブって何？アマゾンで買えんの？ Excuse me. ヤフオクで買ってる。やばい、売ってるんだそんな。Excuse. Oh, excuse me. Oh, excuse me. Okay. Oh, excuse me.Yes, yes, yes, yes. Max. 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 Okay. Max. Oh, yeah, yeah, yes. こんにちは。私の名前はひなたです。Hello? Hello. Hello. Hello.あ、自分でもちょっと英語の勉強するんで一旦落ちます。あー、ココミさん頑張ってね、勉強ありがとう。おつやろう。ヘロ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 、My name is Hinata. Hinata. Yes. Hello. My name is Aroma. Yes.あ、ファルさん眠くなっちゃって戻るかもしれないけど英語の授業頑張ってね。ありがとう、 Thank you。 おつやろう。 Oh, hello. Oh, OK. Oh, hello. ちょ待って、今カメラ、ちょ、あ、でも大丈夫だ、ちょ待って、違う、今とっさにカメラがさ、あ、やばい、動かなくなったと思って、あ、まあ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 、 OK されたから。 Oh, oh, helloOh, hello. Okay, 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 okay. あ、すみません。Oh. Oh.
Excuse me. Me. Yes. Oh, excuse me. いいね、いいね。Hello, my name is Hinata. Hello, my name is... あ、よかったっけ? Hello, my name is Hinata. Yes, yes, yes. Hello, my name is Aroma. Yes, Aroma Sakurano.あ、今日は何時頃まで配信します？そうだなぁ、どうしようか。でもみんなとな、喋りたい気持ちもあるから、みんなと喋りながらで、そう、テスト1時間かかってるから言い訳にねどうしよう。10時半とかには終わりたいかな。そんくらいには終わる予定、多分。 X もいろいろ意味あるんだ。私 Excuse me しか知らないかもしれない。Oh, my name is Hinata. Oh, my name is Hinata. Okay. Oh. Oh. What's your name? Yes. 悪いなって感じと失礼しますって感じ。へえ、そんななるんだ。確かに Hinataしか出てこない。ひなたしか出てこない。だから今度からアロマって言えばいいんだよ。そうそう、私はアロマだから絶叫がない分、睡眠導入配信とかしてる眠くなるじゃんそれ寝ちゃう。あ、いいよ寝ても。あの、このままつけといてくれたらそれでちゃんと充電して寝てね。ねぐー、ありがとう。What's your name? What's your name?What's your name? 駅前留学するよりためになる。本当に本当にそうかな。だといいけど。バイオを英語でやるとスラング？ひどいんだ。スラングって何？なんかあんまいい意味ではない。心地いい？あれは嘘出てる？まあでもよかったよかった。いいのかな。でも眠くなっちゃう。待って、やってなかった。Oh, what's your name? あ、これで合ってたんだ。はいはい。Excellent! Excuse me, what's your name? 確かに、日向推しだね。アロマ推しになってほしい。あ、とてつもなく眠いので、今のうちにおさらしてくね。ありがとう、リロさん。ごめんね、なんか、あの、私の声が眠いのもあるのかもしれない。ありがとうね、おつあろう。Excuse me, what's your name? Excuse me. Excuse. Excuse me. Me. Excuse me, what's your name? What's your name? Yes. Yes, yes, yes. スラングは俗語の意味。そうなんだ。今日もいい夢見れそう。よかった。ナイフー、あ、ちゃんと英語になってるよ、ナイフーが あ、つとはさん、こんあろう。今ね、挨拶の勉強してました。What's your name? YesYes, yes. Nice, nice. あ、次押すの忘れちゃう。OK, OK, 10問連続正解よ。いいよ、調子いいよ。まあまあまあ。Dame. なんて？ここら辺はね、基礎中の基礎みたいな感じでしょうからね。Dame. Dame. 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 ああ。Dame. Dame. Dame. こっちだ。Dame.デイムもわからないけどね。いい調子だね。ちょっと難しくしてみよう。あーはん。急な賭けと言われた。おー。ASMR やったら脱落者続出。本当
ちょいちょいね ASMR やってほしいって言われるからね、コンアロも英語になってしまうと。ナイフありがとう。睡眠導入配信、いやそう、あの桜のレディオがそんな感じだから、もうごめんね、ほんともうちょっと待ってて、今ねマッハで作ってる、マジでごめん、もうちょっと待ってて。最近アロマさんの動画配信を見るために生きてるけど、いやそれは大げさ、でもありがとね、そこまで思ってくれて。マジで難しい、急に、急に書く感じですか。とりあえず O でしょ。 O、 My name、 My name is ひなた。あ、これでいいんじゃないですか。 Oh, my name is ひなた。そう、お好きだよね。 OK, OK, perfect! Yes, yes, yes. あ、大文字？あ、でもなんか判定大丈夫だったみたい。大文字にやっぱした方がいいんだ。そうなんだね。結構じゃあ優しいのかもしれないね。はい、OK, OK.え、これ次もっと難しくなるのかな。挨拶自体、日常生活とかやってみたいけど、でも今3分の2だから3分の3やってから日常生活行こうかな。あ、ダムが罵る。へえ、あ、カメラ。 Oh yes, カメラ yes.ね、日向推しすごいね。あ、すめいさん、こんばんは。とりあえずこれやって、Win. え？ Win. 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 Okay, okay. Yes, yes. Good night. Good night. Oh. Good night. Yes, yes. あ、またカメラ。ちょっと待って、マイクに近づくとそうなんだよな。Good night. Yes.Cold. Cold. 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 Okay. 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 Nice to meet you. Nice. 英語偏差値75以上だった俺からすると、あ、すごいす。それどういうことね。いい意味なの？いい意味なの？いや、ごめんよ。あの、ごめん。あの、これで英語できる気になってごめん。いや、できないのは分かって。マジで英語できる人からしたらできないのは分かってるね。ごめんよ。そっか、75以上すごいね。はあ、撮ってみたいもんだわ。Nice to meet you. Nice to meet you. あ、やばい、マイク行くとな、もうなんかそう。Okay. Nice to meet you. Yes, yes. 画面見ないで声だけ堪能してます。確かにそれでもいいかもね。今回に至っては別になくても私がただ喋ってるみたい。待って、急に、あ、違う、これは違うんだ。キーボードで書かなくてもいいんだ。あ、キーボードを使うっていうの見ちゃった今。急に、Yes. Yes. Good night. Good night. Yes. あ、ケイさん。おつるじゃない、ちょっと待って。なんで今おつる。頑張ろう。違う。あの、急いでたみたいな感じだって。いや、お疲れ様ですって言おうとしたら、ちょっとおつあろが出てしまった。頑張ろう。赤レンガさん、お風呂上がったぜ。ただいま。おかえり。Yes, good night.今挨拶やってました。はんはん、英語できんくても基本会話のこと同じで、いや、それでいいんじゃない、十分いいと思う。え、だってそれができないんだもん。 Well, good night. Well, good night. Good night.
あ、アレさんおかえりなさい。今ね、今挨拶やってました。あのちょうど1時間8時半から始めたでしょ。ちょうど9時半ぐらいにテストが終わって今挨拶のとこやってました。はい、 Yes Yes Of course Of course, of course. Yes, yesよしよし、オッケーオッケー。 Of course え Of course え Of course Of course Thanks Thanks なの Of course Thanks え、あ、いいんだいいんだ、普通にいいんだそれで。海外旅行で困らない程度に覚えれば基本問題ないね。そこまでにさ、行くのが大変だよね。アカライナさんにも苦手？一緒にやろう。今まだ多分あのめっちゃ基礎ってまた変な言葉で言ってたわ。基礎と基本が混ざった。違う、基本的なことをやってるから今一緒に覚えよう。ジェスチャーね、確かにジェスチャーも立派な表現力。エクセレント、イエス。海外では文法はほぼ覚えなくても大丈夫。そもそも日本語は英語圏からすると習字が難しい言語だから、その逆もしっかり。習字か、習ったな習字とか。山津田虫忘れてない忘れてないスマホの音声和訳って言うけどさ、私ほら例えばさ、じゃあゲーム実況してます、海外の方がいらっしゃいます。Oh, hi! My name is Alma Sacrano. Thank you! しか言えないもん、私。それだとダメでしょ？だから、今やってるのよ。スマホを翻訳してくれるのはすごいさ、やっぱ便利な時代になったなって思うけど、ね、やっぱね、ちょっとね、私にはそれじゃダメなんだ。はい、また明日、Yes! Yes! Yes?See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. そっちの習字じゃなくて、覚える、習うなどの習字。え、それも習字って言うんですか？知らなかったです。はいはい。あ、OK。Yes, see you tomorrow.修学ね。私が習字って言ってただけ。ごめん、それはごめん。普通にフランス語コメントは俺に任せて。留学強いね。プランクトンさんも強いじゃん。フランスの方の翻訳家さんじゃん。あそういうことか。あ、ごめん。あ、そういうこと。え、ちょっと待ってね。修学ね。そっかそっかそっか。オッケー。お互い気にしないでおこう。ありがとうございます。教えていただいて。また明日。See you tomorrow. See you tomorrow. Yes. See you tomorrow.着実に結果が出てるのかな。ここら辺はでも、まあ出てるか。Yes. Yes. Nice. To.Meet you. Yes. 翻訳者増えたね。強いよね、本当に。ありがたいけど。いい調子だね。ちょっと難しくが怖いんですけど、また変なの出てこない？何？中学生の頃、日本語が世界共通語になればいい。Oh, yes. Of course.あ、オフコースはもちろんだ、違う。Me too! 何？英語で？レガードってあるんだ。あるんだ、でも。待って、また、カメラ。Yes, yes, 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 okay。あ、
赤木さん、コーンアロマ。今挨拶やってました。リガード、リガード。あ、待ってた、あれ書くやつ来たわ。今見てなかったわ。ちょっと難しいのって基本書くやつなんかな。ではおやすみなさい。ではなんてあった？あ、ヨンヨさん、こんばんは。あ、そのものさん、お風呂でちょっとだけ抜けます。みんなったら、はい、いってらっしゃい、よつあろう。ウェル、え、それを教えてもらっていいんです。まあ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 ね。ウェル、ウェル、グンナイ、グ、グン、グンナイ、ナイ、ナイトって私書ける？グンナイ、グンナイ、ナイト、グンナイト、わ、グンナ、ナイト、え、こんな感じじゃない？こんな感じだったよ、確か。ナイト、うん、多分こんな感じだった気がする。いけたいけたいけた、オッケー、パーフェクト、パーフェクト、イエスイエスイエス。まあ、ウェルに関しては教えてもらったけど。これ、グンナイトだけだったらさ、パーフェクトじゃなかったのかな。多分そうだよね。オッケー、イエス。あ、終わりか？終わりっぽいな。はい、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、これで、やった、レベル2になった。で、これで、日常生活編行ってみよう。これちょっと気になる。そう、並べ替えね、まだわかるけど、書くのになるともうスペルの問題になるからね。ナイフ、イエス、Thank you。 Good sleep。 Good sleep とかも言うの？そうなの？はぁ、とりあえず日常生活編。ああ、よかった。これやんなくていいやつ？それとも、ああ、よかったよかった。登録しないとダメなのかと思った。これが終わっ、登録しないといけないやつっぽいな。オッケー。今日は諦めよう。今度からは登録しとくね。ごめん。ちゃんと登録しとくわ。基本的なことをやってみるか、じゃあ。Good sleep だと、いい睡眠って意味。あ、そうなんだ。So good night。あー、そうでもいいのかな。なんかそこらへんわかんないよね。ナイフ、ありがとう。ナイフ。あ、クロクロさん、帰りなさい。基本的なとこやってみようか。え、ま、自宅って何？いや、まず基本的なことやろ。基本的なことやって自宅やろ。多分ここらへんはできる。はい。オッケー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 。そう、一緒にやってみましょう。はい。ハート。ハート。ハート。帽子？帽子。Yes。うん。Water, please. Water. 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 Water, please. Please. Yes. Yes, yes. Good sleep も通じる。通じれば別にいいよね。確かに。それでもいい気しちゃうわ。通じることが大事。こんにちは。Good afternoon. Good afternoon. 言うてこれも挨拶か。Neat. え？ Neat. 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 わかんない。あ、ごめん、またさ、違う、またちょっと、バイオ成分のさ、ニートが出てきちゃった今。違うんだよね。ちょっとやっぱバイオ成分強いな。ごめんね。ちょっと私にとってバイオ成分が衝撃的だったんだ。そう、ルーカス。ルーカスっていうね、やつがいたんですよ。あいつは相当の悪だったんだけど、ニートかはわかんない。待ってさ、ごめん、なんて読むんだろう、その猫ちゃんの可愛いアイコンのコーンアロマ。あ、待って、またカメラがいずれた。あ、
いやこれ絶対違うじゃん。くれないのなんか炎ちょ待って、ちゃんと書く、ちゃんと書くから教えてくれたらちゃんと書く。コンアロマ。ニートはニート、非労働者。ニートは片付いた。公園さん、はあ、おしゃれだ。あ、待って、だからさ、オッケー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 、カメラね、オッケー。公園さん、え、てかみんなよく読めるな、書いてくちゃんと。公園さんね、公園さんそう、ちゃんとメモできる子だから私。よしよし。あ、コクのうまみさん、また戻る。いってらっしゃい。え、水をください。Water, water, please. Water, please. Yes. Water, please. Water, water. え2回連続で同じ問題来たんだけど。そんなことあるんだ。確かに、コーエンさんなのか、ベニホムラさんなのか。どっちなんだろうね。もしいらっしゃったら教えていただけたら嬉しいです。water, please. Water. Yes. Please. コーヒーをくださいになった。Coffee. Coffee. Coffee. Coffee, please. Please. Yes, yes.チューニングを舐めないでもらって、え、別に、そうだそうだ、だってね、え、ルーカスは学生じゃないね。完全な大人だったね、あれは。え、学生じゃないの、ね、え、学生じゃないの、公園さんか意識刈り取られかけた、大丈夫か、大丈夫こう見ると世の中は英語当たり前の社会になってると痛感するね。確かにそうだよね。でも和製英語って難しいじゃん。和製英語って日本でできた英語だからさ、海外じゃ通じないっていう英語が一番さ困るよね。お茶をください。ティーティー、ティープリーズ、プリーズ。難しいね、ティーまた同じ問題来ちゃった。え、みんなこんなもんなんかな。みんなやってみてほしいでも確か2回連続問題が来ると覚えるからな、いいのかもしれない。 Tea please. Please. そう、和製英語ね難しいよね。カフェオレって日本語で言うけどフランス語では全く聞かなかった。まあそうだよね、カフェオレも言わないんだ。そっか、何になるんだろう。English is difficult. Oh, yes. こんにちは、コーヒーをください。Hello. Hello. Coffee. Coffee. Please. Please. Yes. Nah.接客業、英語できなくてほぼ片言でも通じるから多分適当。へえ、適当。あ、え、でもそれ適当でも伝わってるのすごくない？だってそれ単語言ってってことでしょ。それはそれで単語出てくるのすごいよ。おいっ子に英語の絵本読んでってせがまれたら読まざるを得なかった。そういうことか。確かにそれもいいかもしれない、方法としては。おいっ子いないけど自分で英語の絵本かって読めばいいってことでしょ飲み物好き好きな、確かにカフェドライ？え？カフェドライ？かな？クマのコーヒーの飲むんじゃない？このクマさんは可愛いよ。あしろさん、お帰りなさい。包帯がうまく巻けなくて時間。包帯大丈夫？え、大丈夫？あ、そう、ちゃんと水分取って、私も取るわ今じゃあ
よし。あ、忘れてた。Hello? Hello? あ、最初大文字にした方がいいんだっけ。そこもちゃんとしてこう。Hello? Hello? Coffee? Coffee? Coffee?私コーヒー飲めないんだよね。いや飲めないことはない、飲まないだけで。コーヒー、え、なんか足りなくない？コーヒー、え、なんかスペル足りないよね。え、足りないのはわかる。コーヒー、え、コーヒー、え、足りないよね。2個やればよかったっけ。コーヒー、骨折したとこ巻いただけ。骨折大変じゃん。え、お大事に。本当に骨折さ、私ね確か小2の時に右手首やったことあるんだけど、私の時はね、なんかお医者さんがねめっちゃ優秀な人で、で子供だったからあの大人の力で骨をグイッて曲げて治ったよ。針金入れなかった。後ろさんお大事に。本当になんかね骨折した時私ね腕上がんなかったわ、さすがに。やっぱ骨がまあね、そりゃそうだけど。コーヒー、待て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 、みんな私をまどろ、ええ壁で殴ってない。違う、転んだの。自転車で転倒したらなんか右手首ポキっていっちゃったの。そう、やじあふれる直し方。でもねそこの先生ねめっちゃいい先生で有名だったよ。でも確かに治ったからいい先生だったのか。その脳筋生活始まったからね。やじあふれる直し方のおかげで。手首の骨折2種類あるんだ。そうなんだ。じゃあどっちかの骨折だったから私はそのグイッてやられるだけで済んだのかもね、もしかしたら。やんちゃでよく頭割って、いやそれは危ないって。でもそうやって覚えてくんだよね人間って。こんなことやったら頭から血出るんだ、じゃあ気をつけようみたいなね。骨折したことないに越したことはないよ。なんでもね、病気だってなんでもね。アマチャさん、グッドエブニン、コンアロマ。喘息か、喘息も大変だな。You should believe, believe か、believe their coffee? え、どっちなんだ、こ、待って、でも私スペルが一個足りないって思ったんだよ、これで。だからこっちでいいや。私、うん、こっちを信じよう。Hello coffee please 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 coffee please。 あれなんか足りない？ please please こうか？折れた手先が下にずれる骨折と上にずれる骨折。へえ、詳しいですね。とても。寝ぼけた。Good evening。クリックス。やば。なんでそんなしたの？あ、ゆうあさん、こんばんは。Hello coffee please。これでいこう。OK。イエス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 、ごめんちょっと今うるさい声でちょっとイエスオッケー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 。医療系大学生、そうなんだ、そりゃ詳しいよね。で自宅もちょっとやってみたい。自宅やってみよう、何があんのか。
スキーで骨折。スキーかー。私スキー乗れる人尊敬、スキー乗れるっていう、スキーできる人尊敬する。できないんだよね。スノボも無理。ナイフ。Should believe は信じた方がいい。へえ、そうなんだ。信じた方がいい。どれを信じた方がじゃあよかったんだよ、コーヒーは。どっちもあったぞ、カイト。ナイスナイス、イエス。骨の一部が膨らむ。大変だ。迷子じゃん、骨が。え、スキーできんの？すごいね。マジスキーさ、習ったのよ、学校の授業かなんかで。どっか行ったの、雪山に。無理だったわ。習った、あのハの字にするとか止めるときにさ、習ったけど無理だった。私はもう雪合戦してなかった。もう雪合戦ばっか。あ、数学勉強してくる。おつあろう、ありがとう。ふすじさん頑張ってね、勉強。おつあろう。ボード始めての時全身筋肉、あ、そりゃそうだよね。雪国出身だけどスキーできる。あ、でもやっぱそういう方もいらっしゃるんだ。え、それはなんかちょっと勇気づけられる。ありがとう。バイバイバイ、イエス、バイ。これは私の家です。あ、そういう感じなんだ。 This is my house. Yes. 学校で毎年、北海道ってやっぱそんな毎年やるんだ。そうだよね、雪国といえば北海道みたいなとこあるもんね。ライス。あ、あ、待って待って、デモハンさんこんアロマ、バイトお疲れ様。よいしょ、ちょ待って、クッションそろそろ移動するわ。ういういよ。よいしょ、クッション移動したらカメラが OK。 ハウスは全知識。全知識って何ですか。スノボー、スノボー挑戦。あー、頑張って、怪我しないように頑張って。スキーは最初に上級者コースに連れて。それは危なくない？よく無事だったね。そう、今日もクッション三段重ね。そう、今日はね、でもさ、ね、勉強プラス雑談みたいな感じだから、そんな長くないからまだいいんだけどね。ホラーゲームでさ、5時間以上やるともうお尻が痛くてさ。遠く見んだけど今まで1回しかスキーしたことない。あー、いやでもやっぱりさ、なんだろう、学校とかにもよるのかな。北海道はもう全地域やるのかもしれないけど、4とか2。はあ、そうなんだ。あ、スケート、私もスキーよりはスケートの方ができそうな気がする。うん、あくまでできそうな気がするのだけであって、くるくる回れるかっつったら回れないと思う。ただ滑るのやつね、ただ滑るやつ。よし、なんと言ってますか。ライス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 。イエス。白米。みんな、でみんなやっぱ様々だよね。私でもさ、もうスキーはもうしないと思うな。なんか雪山行ったらそり滑りしたい。そり滑りしたい。最近どこからが長時間なのか麻痺してる。あー、確かにそれはあるかもしれないね。昨日とかさ、あんなに時間かけるつもりなかったんだよ私、本当に。うん、米よりパン派。あ、そうなんだ。まあ、確かにパンも美味しい。これは私の車です。This is my car. Yes. Yes, this is my house.
Okay. Okay. Oi. Yes, this is my house. Oh, yes. This is my house. あ、同じじゃん。This is my house. This is my house. Yes. え？スピードスケートもホッケーもフィギュアもやったか。マジか。そんなようできてるね。運動神経抜群じゃないもん、そんな。運動音痴すぎるわ、私は。多彩ですね、本当に。あ、こんばんは、イエス。ハロー。え、ハの字暴言っていうの？いや、知らなかった。初心者がゆっくりやるときに使う。二の字。Yes. Yes. My. じゃない、this だ。This is my house. This is my car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 . Yes. ライスで思い出したけど、発音だけだったら知らん、え、知らん、ライスと違う。私もわからない。なんだったら、あの、白飯以外のライスがわかんない。背中に保冷剤入れて VR でスキーやる。それはまた違うでしょ、でも。保冷剤、いや、大丈夫それ。やけどするよ。冷たいのでもやけどするんだから。Go to house や Go to home は誤り。これはホームやハウスに前置詞 to が含まれているから入詞で。え？ Go to house。何だったんだっけ？ちょっと待って。誰が正しいんだったっけ？あ、雪だるま。雪だるま作ろう。いいね。英語私もできないけど、扇風機の方がいいんじゃない、まだ風を感じよう。今は春。でも夏だよ、もう初夏、もう暑い。多分寒い時は寒いかもしれないけど、私の家と私の車、My house, and my car. 、ホームとかハウスは to がいらない。はあ、あ、確かに to いらない。Go home? はあ、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 だからそっかそっか。ああ、なるほどね。My car. 鎌倉いいね。鎌倉作ったことあるかな。え、そんなに雪あったか。どう、あんま覚えてないな。うん、鎌倉楽しそう。あれってさ、中あったかいんでしょ、多分。雪でできてるけど。 My carMy car. My car. My house and my car. Okay, okay. My house and my car. え？なんで？今ちょっと怖かったよ。なんで？な、2テンポか3テンポぐらい遅れなかった、今。今までさ、テラウンだったじゃん。怖い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 。なんで My house and my car.
秋田に旅行行った時に作った。あーそうだよね、秋田の雪多いって言うよね。鎌倉作ったことある。へえ、やっぱある人あるんだ。きりたんぽ食べた。きりたんぽか。お米のやつ、あのお米のね。道民だけど鎌倉作ったことない。あ、やっぱ北海道の方でも作らない方は作らないんだ。まあそうだよね、結局人によるってことだよね。あー、ブラクラさんお帰りなさい。ちゃんと髪の毛乾かしましたか？私本当に髪の毛乾かすの、時間かかっちゃうから。鎌倉作ってから壊すまでが楽しかった。なるほど、そういう楽しみ方もあるんだ。なるほどね。ねえ、ちょっと難しくしてみよう。また出てきたじゃん。書くんでしょどうせ。へい。初めての北海道旅行で親がスピード違反。それはもうドンマイとしか言いようがない。あれか、あれでしょ、多分あの雪がいっぱいだったからスピードがもう分からなくなってたんだよきっと。何事もなくてよかった。むしろ無事に生きてることが大事。これもう覚えてないわ、これに関しては。 This is か、 This is my car。カーってこれだっけ？まあいいや。This is my car. Yes. Yes, yes, yes. Perfect. Yes. あ、八重桜さん、こんあろは使わないから。やっぱ挨拶か。いや基本も大事か。いやと思ったけども、意外と25分だ。ちょうどキリがいい、良さそうだな、ここくらいがな。ちょっとごめん、次さもし英語の勉強やるときはちゃんとアカウント作っとくわ。アカウント作って、これ日常生活とかやりたい。なんかアカウント作んないとそっちできないっぽいから、ちゃんとアカウント作っとくね。あー今はしょか。関西だから雪が恋しい。あーそっか、確かに雪、冬はなんかやっぱね雪見たいなって思ったりするよね。ナイフー、ちょっとあれかな、5分くらいみんなと喋っておつあろしよっかな。今日は明日からみんなバイオ8だよ、ビレッジ。20時半はいつも通りね。ついに最新作が来ますよ、明日は。楽しみだけどな。いやちょっと FPS だからさ、酔っちゃうかなっていう心配はあるんだけど、ちょっと飲み薬持参で頑張りますわ。みんなもね、寝る前とかね、もうそんくらいの時間だから、ちょうどいい時間、助かる。それはよかった。よいしょ。そう、明日からだよ、明日。今日のまあなんか12時以降とかだったら多分できるのかもしれないけど、私はそう、明日20時半から。まあさすがにね、あのクリアできるまでとかはやらない。またあの時間をかけて、5回とかでいけるのかな。まあ時間をかけてやるわ。ごめん、まださ予約のやつしてないかもしれないけど大丈夫か。ね、私もちょっと心配してる。
でも FPS やめられない。そう、 FPS 楽しいよね。うん、バイオやったことないけど、オラマさんの配信でやってみよう。いやー、そうだよ、一緒にやろう。悲鳴のない配信が信じてきた。そうだね、いつも基本悲鳴あるもんね。ね、さっきバイオビレッジの宣伝をなんかの公式がライブ。そう、なんかさ、やっぱみんなさ、バイオが気になりすぎてさ、まあ、公式さんだけじゃなくてもなんかすごいいっぱい CM 流れてきてさ、 CM 流れてくるたびにワクワクしてたもん私。ういしょ、明日配信来るの遅れる。まあ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 、まあ、いやそれはもうしょうがない、みんなねいろんな用事があるから。もうアーカイブとかもう来てくれるだけでもありがたい。喉飴でも途中で喉飴舐めてられないじゃん。喉飴舐めながらだとさ、もう私もごもごしちゃうよ喋れなくなっちゃうし、しかも来た時に誰かがって、あのね、戦いとかになったらさ無理やんか、飲んじゃうかもしれないじゃん飴を。危ない。悲鳴ある方がアロマだれそれでいいんか。でもまあ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 ね。あ、暇だったらまた来るね。おつあろう、ありがとうございます。先生がいてくださって助かりましたおつあろうです。あ、極のまみさん戻ってきた、おかえりなさい。今ちょうどね、終わろうとしてました明日の宣伝を言ってました。明日バイオビレッジ20時半からですね、予定してるので、よければぜひ。そう、ビレッジ楽しそうだよね。ホラー以外のジャンルもね一応考えてはいる、いろいろ。で、うん、まだ何とも言えないけど、そのうち、そのうち。油倉さんすみません、この辺で落ちます。おつあろう、ありがとう、おつあろう。そう、今日もう終わろうかなって思ってた。そうなんですよ、明日ぜひね。そう、20時半からもやるんで。あと皆様、毎日恒例となってまいりましたが、ぜひですね、私再生リストを概要欄に貼り付けてるんですけど、バイオとかの、あ、リトルナイトメアとかも、あのそこの再生リストを夜眠る前にね、あの充電器に挿して携帯を、その携帯でね、ぜひ垂れ流していただきたいですね。あとあれだ、チャンネル登録高評価してない方はぜひよろしくお願いします。ツイッターのフォローもぜひぜひ。アーカイブ見てる、そう、ありがたい。そう、私4000時間を目指しております。あの合計見てもらう時間、視聴時間、ぜひぜひよろしくお願いします。歌枠もね考えてるから、ちょっと待ってて。はい、ベルマークの通知もお願いします。ありがとう、私の代わりに言ってる、ありがとうね。少しずつ見てます、ありがとうございます。あ、自分持ちます。アロマさん、皆さん集まろう、シャオさん集まろう配信垂れ流したのに映してしまった、申し訳。いや全然ね、昨日遅かったからね、そもそもね。全然垂れ流してくれたらありがたいです。はい、というわけでそろそろおつあろさせていただけますかね。皆さん垂れ流すのはね、あのお忘れなくあ、ちょくちょく止まって YouTube 起動し直さないといけない。あー大変だそれは。まあまあ、それはもうなんか物理的にちょっとね難しいかもしれないけど、というわけでね、じゃあねBU もあることを思い出したので4台切ることがで、待って、それはさ、ちょっと電気代とかの心配になっちゃう私。いい、あ、いやいいっていうか、あの無理しないでね、あのすんごいありがたい、すんごいありがたいけど、ほんと無理しないでいいからね、うん、みんな無理は禁物だからね。はい、というわけでね、今日はここら辺で、あ、英語か、言うか、いや、おつあろはおつあろでいいな、おつあろはおつあろにしよう。あ、そうしよう。 OK、 おつあろ、おつあろのおつあろタイム、イエス、おつあろタイム、よし。
一緒。あ、カメラが、ちょっと待って。あ、はい、OK です。おつやろGood night!